アスタキサンチンは、長期飲んでいただくと効果が出るという論文がいくつか発表されています。でただしアスタキサンチンに関して言いますと、もともとカニの甲羅から見つかったものです。で口から取り入れても実は血液の中には一分子も吸収されないんです。じゃあなぜ効果が出るかということなんですが、腸内細菌のコンディションを整えていろいろいい効果が出るんだろうというふうに言われています。まあ、腸内細菌を介しての効果なので非常に劇的にですね、酸化ストレスを下げるというような効果はないんですが、健康にはいいという論文が出ています。でコエンザイム Q10 ですが、コエンザイム Q10 単独では酸化ストレスは下がりません。なぜかというと、コエンザイム Q10 自体は酸化ストレスを上げる方向に働く場合があるからなんです。ですからコエンザイム Q10 を大量に飲まれる方がいますが、これは、体にとっては健康によろしくないというふうに私は思っております。実はもう世界中のですね、抗酸化効果があるというものを、実際我々でも調べてみました。で確かにやや効果があるかなというようなものはあるのですが、例えば動物実験を行った時に非常に強い抗酸化効果があるというものは今まで、見つけることはできませんでした。ですから私の作った、トゥエンディが世界で最も強いというふうに、フランスの酸化ストレス測定専門会社 ICDD で評価されているのは、正しいんであろうというふうに思っています。